駅はまあ前に抜け出しやすいなっていうふうに思ってたので、まあ、チャンスになりそうなポジショニングを取ってエリキもうまくそこ通してくれたので、あとはもうキーパーと駆け引きして点が取れたと思います。来た当初から早く点は取りたいなと思ったので、この試合で取れて、まあ、あとはもっと点を取りたいっていう気持ちが強くなったので、この試合点取れてチームが勝ててよかったかなと思います。まあ、コウスケ君から受けた時に、まあ、2人3人って寄ってきてるのが見えたの で、あとコウスケ君がオーバーラップしてくれたので、それで相手が引き連れていってくれてるのが見えたので、ここで逆にターンをして1回ゴール前にいるデュークに預けて、そのままうまくデュークが保持してくれて、いいタイミングで僕に出してくれたので、あとはもう決めるだけでした。チームが 0-2 で負けてる状態からの逆転ゴールやったんで、すごい自分の中ではチームを勝ちに導けたゴールやなと思います。国立の試合も開始早々の得点やったんですけど、まあ、印象には残ってますね。国立の舞台で取ったので、やっぱり普段と違うスタジアムで、まあ、普段と違うサポーターの人数で、もう多分ベルディもやと思うんですけど、まあ、お互い気持ちが高ぶった中で、まあ、より一層立ち上がりから僕たちが気持ちを込めて入れた結果が、そういう立ち上がりの結果を生んだのかなと思うので、本当にすごいいい配慮をしたのかなと思います。いや全然、まあ、言い過ぎちゃうっていうふうには思ってましたね。まあ、普通に点は取ってましたけど、まあ、チームも勝ったから多分そういうハッシュタグとかついてたんかもしれないですけど、まあそこまで別にすごいプレーをしたわけでもないし、そんな無双って言われるほどのことはしてないですけど、まあ、周りから見てそういうふうな評価をしてくれてるのはすごい自分も嬉しいなと思います。今シーズンも応援ありがとうございました。ファンサポーターの皆様のおかげで優勝することができました。来季も FC 町田ゼルビアを応援していただけたら嬉しいです。来年ももっと成長した姿を見せれるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。藤尾翔太の全ゴール集どうぞ。エリキ落としてうまく入れ替わった。エリキパスにした。藤尾が詰める。後半アディショナルタイムに2得点。藤尾ターンした。藤尾ミッチェルデュークシュート。藤尾翔太 FC 町田ゼルビア試合をひっくり返しました。いいとこ取られて相手がボールウォッチャーになったところを藤尾選手動きすぎずに自分でこのマイナスの部分止まっといてね、これを蹴っていきました。ポップ藤尾が競る。中川からエリキワンタッチ。エリキ抜けた。フラッグ上がらない。エリキだ。待てこぼれ。いきなり先制。町田ゼルビア今日先発藤尾だ。ミッチェルデューク出場停止をものともしない町田ゼルビア。ここで絡んだ藤尾がしっかりゴールを取れるポジションも入ってきたということですよね。エリキ一人が突破するだけではなくて、しっかりゴールが取れるポジションに自らがまた入ってきたことによって、このこぼれ球に反応した。言い方ちょっと適切かどうか分かんないですけど、この展開になると、おお、藤尾が裏を取った。チャンス。藤尾が行く。藤尾ビッグチャンス。倒れて。PK の傾向見てます。左に割と集中しています。今度は右。落ち着いてこちらも。岩田のキーパー三浦の逆を取りました。右下隅に流し込んで町田がリードを広げました。キーパーの動き見たっていうよりはあらかじめ蹴るサイドを決めしたっていうような蹴り方ですね。海だったりだとか J1 じゃなくこの J2 で戦っていく上でね、力つけていかなきゃいけないわけですから、はい、長いボールで藤尾を切り返した。返した。中ペナルティー。結構空いたので嫌な間ではあったんですけど、はい、おー引っ掛ける。安い荒木高橋田が落とした。藤尾のシュートだ。いやー勢い止まらない。止めない。5点目 FC 町田ゼルビア。
シュートブロックに行ってますが、わずかに遅れましたか。さあドリブル数はリーグ1位、バスケス流れた、決まった、藤尾町田3点目、藤尾も4試合ぶりのゴール、今シーズン7点目、リードを広げた町田。ここである左足っていうところを切ってたと思うんですよね、まあ、そこをここですよね、まあ、右サイドを少し切りながら縦に行かせるというような狙いはあったと思うんですけども、このタイミング上げるタイミングで、白井選手の股を通すことができてましたし、ここでニアで潰れることによって中央の藤尾選手が空いた、まあ、その中でフリーでシュートし続けた。奥山から右の奥を取っていく、藤尾が行きます、ミッテルデューク、デューク折り返した、そして荒木の前、藤尾だ、見事に流し込んで決めました、藤尾翔太今シーズンの8ゴール目、長崎戦以来のゴール、町田が藤尾のゴールこじ開けました。見て薄くなったところをうまく使いましたね、これボランチの選手もちょっと戻りきれてなかったので。